おはよう。おはよう。朝何してたの？マイクラ。ムラジンを生まれる卵があって。ムラジン。村人ね。そうそう。それを落としたら、ムラジンがうちのキャラクターを向いて、でちょっと怖そうな顔をして、うちを見せた。キャーッてしちゃった。こうやってね、あら、高校のね、中はあったかいかな。ちょっと寒いね、今日ね。一人でさ、お絵かきしないでさ、受け受けられる？お絵かきしないでできそう？どう？しそう。はい、で受付をするときに入り口で受験票の他になんかマイナンバーカードが必要になったらしくて、でそれを知らなくて持ってなかったので、まあちょっと代わりにいろいろ紙に記入するっていう形で、そこはOK で入れたんですけど、ちょっとね焦りました。でこちらは今日の英検の時間割で、次女は午前中の4級、長女は午後の2級、この時間割でした。兄弟同時に申し込んだんですけれども、今回は午前と午後でこうやって時間がずれましたね。あとは試験会場がずれちゃったりするっていうこともねあるみたいです。で無事入室後、席をね確保してトイレを済ませ、今英語の復習をねしているとこですね。まあ幼児さんなので一応ハプニングに備えて、試験官の人に気づかれやすい、あとは退室しやすい一番前のドア側の席に座らせてます。今ね試験の待ち時間中です。もうちょっとでリスニング終わってお迎え行ける感じです。なんか普通の高校で今回はやってたから、なんかいろいろ自販機とかでジュース飲めて自由で良かったです。ちなみに4級の教室には小学生ばっかりで、で幼児さんがね次女の他にも後ろの席に同い年の年長さんの子が座ってたりしてね、あーちびっ子がいるってすごいホッとしたんですけど、英検の低年齢化をね肌で感じました。どうだった英検？リスニングできた？リスニングお絵かきしないでできた？できた。できたか。今までファミレスで待機してたパパと長女と合流して、でお昼休憩ということでね、コンビニで子供たちは納豆巻きを食べました。さあ、ファーム作ったでしょ？何？ファーム作ったでしょ？その中に鶏を育てた。あ、そうなんだってこと。卵を、はい、で次女の時と同様に受験票と、あとこのピンクの身分証の代わりに書いた書類の控えみたいなやつを机の右上に試験官の指示通り配置したんですけど、これ次女の時も思ったんですけど、試験中にこの受験票とかこう子供だからポロって落としそうだなと思って、で落としたら必ず自分で拾わないで試験官の人に後で拾ってもらってねっていうふうには言ったんですけど、まあねそういうことが気にならないようにマスキングテープとかを持ってって固定してあげればよかったなっていうふうに思いました。でトイレを済ませて過去問をちょっとチェックした後、回答用紙に住所、氏名、受験番号、受験地番号を、まあ、子供の代わりに親が代筆して間違いのないように、まあ次女の時と同様ね、そこまでして親だけ教室を退室しました。で今回も偶然なんですけど、長女の隣に長女と同じ8歳の小学校2年生の男の子が2級を受験していて、すっごい嬉しかったです。心強かったです。2時間もかかった。2時間もかかった。難しかった。テスト3問だけ分かんなかった。あとは全部分かった。過去は書けた。
こっちはただで読んでるだけ。立ち読みするだけ。面白いこれ。え、これ？うん。まだ最初までしか読んでないから。面白い。さっきまで四つ子暮らしのちょっとだけしか。ノイチゴ文庫。ノイチゴジュニア文庫。そうそう。うん、